さあそして打席には渡辺入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。まずは変化球から入りました。次が2球目、ボールになります。3球目は何で来るか、切れました。ファールボール。ファールボールの行方にご注意ください。振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール。アウトコースはこれは外れた。これでフルカウント。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。さあそしてバッターボックスには渡辺入っています。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。まあこのままの点差で回を、高めのボール打ちました。大きな打球になった。レフトバッ入った。ホームラン、ツーランホームラン。ベイスターズその差が6点に広がる重い一発を浴びました。ベイスターズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。ベンチではチームメイトに祝福され喜びを分かち合っています。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランを打たれています。ちょっと力みすぎてバランスが悪くなってるんですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。渡辺、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打った、左中間に強い打球。さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でも、ここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。なるほど、そうですね。まあただ走ってきた、キャッチャー三塁走、三塁はタッチアウト、盗塁失敗。ここでランナーを三塁に進めさせる。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。この回で追加点を取られると難しくなってきますので、この場面のピッチングが大事ですね。そうですよね、まあ、そして一発のあるバッターなんで、それは食らわないようにコントロールに気をつけたいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。これが3球目。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに、左中間へ持っていった。大きな打球だ。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ライオンズ追加点を挙げました。8対5。ベイスターズさらにピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になってしまいましたよね。終盤で大きな追加点を奪われました。